団長、最近はどんな風に過ごしていますか？ゼーレは新しいお友達をたくさん作りました。みんなからゼーレお姉ちゃんと呼ばれていますが、ゼーレもブローニャお姉ちゃんみたいに頼れる人になれるでしょうか？わからないこともまだたくさんありますが、今はもうひるんだりしません。だって館長とみんなが見てるから。最近は涼しくなりましたね。落ち葉を踏んでササッという音を鳴らしながら風の音を聞いてると、まるでおとぎ話の中にいるみたいです。館長もやってみてくださいね。ゼーレは子供たちのために秋のおとぎ話をいっぱい作りました。実は館長との冒険のお話もあるんです。全部ゼーレの大事な思い出で、ここまで頑張れたのもそのおかげだから、ずっと覚えていたいんです。館長、時間があったらゼーレの誕生日に落ち葉の上で一緒にケーキを食べませんか？ゼーレが作ったお話を聞いてほしいです。ゼーレ、ゼーレったら館長の話ばかりね。もう飽きちゃったわ。館長、来るときはゼーレの好きなケーキを多めに持ってきなさいよ。今日が何の日か忘れてないわよね。プレゼントは2人分よ。